責任なしです。やっていいのは、占い結果、霊能結果と騎士の護衛先のみ。では、チャット会見は2週目から。2週目は打たないでください。あと、聞こえないとかね。あって、薬害禁止、妄言誹謗中傷禁止。あとは、配損は、まあ、一人でも接続切れが出たら配損しましょう。私が死んでたら2、2番さん死んでたら3っていう感じでホストを回していってください。質問なければ3秒後にスタートします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。占い師です。4番さん、白。うん。進行論いますね。21になったら、まあ、カリドは、まあ、出てきてほしいけど任せますわ、センスに。うん。占われそうとか噛まれそうとか思ってるのは出てほしいかな。うん。人間になったら釣り切ります。そうかな。そんな感じかな。基本的には皆さん、特に一周目、喋ることがないと言わず、何でも喋ってください。自分が村人だと思うなら、村人をアピールして、もう一生懸命やってください。21になった場合、あとそう、21で霊能が進化した場合、うん。2周目投票行っちゃ言わなくてもいいと思ってます。うん、2周思いっきり好きなこと言っていいと思ってます。うん。まあ、そんな感じかな。以上です。5番のプレイヤーが発言します。4番さんってなんか4番さん白って言ったように聞こえたんだけど違うかな。ちょっと白先教えてほしいなって思ってますね。もし本当にそれ4番さん白って言ってたんだったら新規レベルだなって思ってますね。発言も途中で切っちゃってたし、どうなんやろな。まあそれだけで新規のは危険だなって思ってはいるけど聞き間違えじゃなければ4番さん白って聞こえたんよね。まあ6番さんもし聞き取れたんだったらお願いします。はい。まあそうですね。まあ4番さんのその21だった時の一角した霊能がツリーチ上げないってのは賛成かな。そこだけは印象良かったかなって思ってますけど、それが聞き間違いじゃなかったら正直新規でレベルだなって思ってますね。はい。まあ進行論ちょっとだけ言っとくと、まあ、白黒つけるときははっきり理由もされてほしいですね。あと印象いい悪いと白黒の区別はっきりしてほしいですね。たまに印象いいって言っただけでなんか白置きとか勘違いされてね、なんで白置きしてるんって言われることあるんで、まあ言う側も聞く側も白黒と印象いい悪いの区別をはっきりしましょう。はい。4番さんの白先が知りたいです。はい。なんか4番さんって言った気がする。6番のプレイヤーが発言します。4番さんの白先は4番ですね。俺何言ってんのかなって思って、4番4番4番ん4番って思って、でまあそれを5番が言ったことから俺は4号の何やろな、4号老老はないのかなっていうふうには今ので感じた。うん。別に4号どっちも白かもしれんし。でも4号どっちも黒ってことはないかな。って感じ。そやな。で、4号占い師でいいのか、これは。俺は芯切るけどな、占い師やったら。うん。で、5番。まあ、5は、そやな。印象精査と、ね、色落ちを一緒にすんなって、それはすごいわかる。ちょっと村目線かなっても思った。まあ、狼でも村人でも言えることなんで、特に印象が良かったぐらい色落ちはしてません。4が占いだったらもうほぼ新切り以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営役職しようとはございません。そうね、俺も占い先を4しろって聞こえた。多分みんなも聞こえたよね。まあ、ここはフレンディとして。で、4番さんの進行論、5番さんがなんか再生できる。まあまあ全然飲めるよ。で、俺もね、その後よね、発言というか、
何でもいいけど発言を最後までしてほしいって言ったら全然賛成よ、本当に。ボロが出る可能性もあるけどね、人狼陣営が。でも、それで4番さん途中で切ったっていうのはちょっと気になったところ。で5番さんは、なんか4番さんの、その、進行論に賛成と言いつつも、自分の進行論をしっかり語ってて、結構、ムラめなんかなって思う。で、6番さん、まあ、ちょっと微妙。普通やね。まだグレーって感じ。そうね、この後占い師、霊能師、どう出てくるか分からんので、とりあえず一周回して、一周目できるだけ考察伸ばしていきたいと思います。はい、どうぞ。8番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、4番は2周目に聞けばいいんじゃないですか。そうですね。まあ、5、6、7は、それぞれの進行論なので、分からないですね。まあ、2周目以降、判断すればいいんじゃないでしょうか。とりあえず SG1 の村人は占ないで白狼するたいですね。あ、567が白狼だったね。うん、そうですね。白い人残して黒い人釣りたいですね。4番が意外とは実は真ってこともあるんだから、うん、まあ4番で一角したら567釣りましょう。責任持って自パク、自神してください。自神だね。なんだっけ、自釣りか、自釣りしてください。もし4番が真で一角したらね、うん、今朝できてないってことで、まあ、2周目のチャンスも与えてもいいんじゃないでしょうか。ってことでね、白い人を残して黒い人を釣りたいですね。567にいるんじゃないですか、陣外。9番のプレイヤーが発言します。はい、最後、8番さんちょっと最後切れちゃったけど。村人陣営でした。はい。ですね、5番さんのところでちゃんと電池が 10% になっちゃって、充電コード取りに行けて、ほとんど聞けてなかったんですが、やっぱり4番さんの発言、最初のところ聞けてたんだけど、4番さんの占い先、4番さんということで、まあ、2週目ですね。2週目だと思ってます。5番さんはちょっと聞けてないんでごめんなさい。あとは6番さんは、まあそういう意味で4、5に、4号論はないかなと言ってたのは本当にそうだなと思います。あとは、7番さんについても特に一緒なかったかな。うん、あと8番さんは白残して黒釣りたいということで、そうだよね。私も、2、2番目になったら釣り切り派です。安定進行万歳という感じなので、じゃあ1番さんでいきます。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でしたし、ありません。そうですよね。まあ、4番さん4しろって言ったと思うけど、で、まあ、6番さんが4号ないって言ってたけど、あの段階で4番さんの陣を追う方がおかしいと思うから、別にライン切りっていうのもあるんじゃないって思ったから、そこは、9、6番さんとは視点が違うなって思ったかな。それで、5、4号ローローはないっていうのはちょっと早すぎないって思ったくらいかな。6、9番さんに関して。8番さん、精査不能。8番さん、精査不能。まあ、7番さんは6は、あ、切れちゃった。あ、6微妙とか言ってたから。まあ、理由があんまりね、しっくり言ってたっけって感じだから。わかんないけど。6、9がちょっと、視点が違うなってぐらいで。まあ、5番さんはどっちも、はい、今、どうぞ。2番。のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。これ3番から出なかったら4進ですね。これやばいっすね。4番さんどこしろか教えてくださいね。じゃあそうですね、僕現状引っかかってるのは、そう、4号4号ないって言ってるのを、そう、別にあの発言やったら進切られるでしょっていうこと、ですよね。はい、そのコメント1番さんは白いかなと思った。で、その視点がない、6、9がちょっと引っかかってるけど、まあ、6の1で、4、5はないかなって、まあ、言いたくなるのは分からんでもないかなとは思う、正直。だから、それより8番、まあ、ごめん、全然8の見方は、8番は若干白いと思ってて、その理由が、もう、あそこでもう4を釣り押さ、これも4、じゃあ4が真かもしれんのに、8が狼やったら4釣り押せばいいのに、だから、白いと思った。ごめん。確かにね。サムさんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。あ、俺、霊能だから、4確定だわ。マジか。じゃあ4番さん、どこの城でだか、あなたの発言的言ってください。
あ、そこはまず外して精査しなくちゃいけないってところで。またこの盤面だから。何これ教師。潜伏とかしてる人いんのかな、もしかして。それだったらちょっとまた話は変わってくるけど、基本的に4番があの発言をして、失言をしてるわけだ。真の占い師だったとしても。それでも潜伏してる人がいるんだったら、潜伏理由を教えてほしい。うん。潜伏しないでよかったと思ってるからね。この盤面で俺は確定の盤面で話していくけど、4番の白崎の話を聞いて、それ以外から行きたいっていうところで、まあ8番が、じゃあ4番が死んだったら、567責任持って死んでくださいって言ったけど、うん、まあ別にいいんじゃねえのって差し出しても、567番。うん。でも、567番も、4番があんな発言してたらそういう風なツッコミもあるからさ、どっちとも言えるね。4番のプレイヤーが発言します。はい、6白でした。はい、6白です。9番が出るんだ。俺最初9番ね、占い師だと思ったんだ。うん、なぜなら22番目になったら釣り切るって言うから強人目はないのかなと思った。うん。だから9番のことを狼と思ってます。うん。今日の投票位置、俺、聞くかっていうのは1番だね。うん、8番さんのことが不能って言ったんだよ。精査不能。確かに精査不能かもしれない。でも僕しか出てなかったんでしょ？占い師。だったら、8番さんはとりあえず色を見て他の人を占ってくださいぐらい言えるんじゃないの？ 2 番さんは逆に村目っぽいって言ったんだよ。8番さんの発言からしてね。うん。まあ2周目、5、7か。うん。騎士が出ましたね。じゃあ7番と、俺8番は、どうなんだろうね。ぶっちゃけ占い師かなとは思ってるけど、まあ2周目聞いて投票していきます。今のところ気になってるのは1番さんかな。以上。5番のプレイヤーが発言します。いや、1番さん結構スロク映ったけどな、6級の叩きってのはまっとうではあったし、そうね、まあ、2番さん視点8が狼だったらあんなに真難4番を叩けばいいだけだからってのはわかるんだけど、8が狼だった時って4の進化、まあ今日ってのは切れてるから、今のとこに今のうちにすり寄っとこうっていう捉え方もなくはないよねって話ですよね。別に8が黒いとは言ってるわけじゃないんだけど、9番さんの潜伏理由を聞かせてほしいかな。普通に出てくれば4あんなに新切りされてる中でね、わざわざそんなって話なんだけど、どうなんやろうな。4番さんのなんで4番さん自分のことしろって言ったのも結局わかんなかったぜ。グレーについては、2周目以降っちゃ2周目以降なんだけど、まあ3番さん遠方寺に霊能様がいるしってところで、まあ色見たいとこ行けばいいんじゃないですかね。どうなんやろな。現段階ではわかんないかな。俺は個人的には1が一番スロっぽく映ったけどな。どうなんやろ。9ね。9の潜伏理由も聞きたいですね。はい。6番さんは隠しろってことでおめでとうございます。はい。平油になっちゃったから9出てきたんかな。どうなんやろな。6に白刺すのもわかるしな。強靭でな。すいません。特に中身もない発言で。6番のプレイヤーが発言します。いや、隠しろ嬉しないわ。今日、噛まれるんやろ、これ。いやな。まあ、絵として。まあ、気になったのが、圧倒的に8番。8番っていうのは、占い一人出て前3人喋ってんのに、誰の印象もない。3人とも567、特に印象がないって言ってね。その一言で終わらせたっていうのが気になるかな、俺。なんか、4で1隠したら、責任持って地釣りしたらいいんじゃないのみたいな。何言ってんのかなって感じ。で、まあ、この盤面、78122、二人外ないし、一人外。で、これ4の真追う人はまだおるんかな。4の4しろって、ただの大出現やん。なんか意図でもあるんかなって思ったら、4番何の説明もないし。
うん、俺4の芯切りたいレベルでやばいこと言ってるで。俺自分が占い師だったら自分にしろ言わんもん。どんだけミスっても、うん、って感じで。8が気になって、まあ8、4ローも終えるんちゃうかなってところで、まあ4強やった時の8の相方1っていうのが1かなって思ってる。1っていうのは8に何にも触れへんかった。うん、なんか何にもないみたいな感じでね。1なぁ、その叩きそんなマットやったか。4号のローローは絶対ないやろって感じやけどな、わからん。7番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ということでね、ちょっとごめんね、9番の後半からちょっとバグで聞こえんくて、で3番が霊能してたよね、確かそれが間違ってなければ。ただね、ちょっとね、1、2はまだグレーなんよね、確かちょっと状況が判断できてないけど、ごめんね。なんで俺もこのまま適当に投票するよりかはちょっと無駄にないかもしれないけど、とりあえず今日投票位置は俺ちょっとごめんね、破棄させてもらうわ。うん、これで黒く見られるっていうのは全然もう申し訳ないけど。で、4がなんか6白で9が潜伏。確かに9の潜伏は俺もちょっと理由が聞きたい。いや、4番が圧倒的にね、黒く見られたってことに自分が出てしまうのでもう圧倒的ない。で、9のその潜伏のメリットも聞きたい。で、3のは言ったよね。で、5騎士で対抗いない。で、5が白。で、6は隠しろね。了解。で、グレランで行くなら1、2、7、8って感じ、今のところ。まあね、投票も、まあ1周目、本当に後半の方聞けてなかったのが申し訳ないけど。俺ね、6番さん、8番の男触れんといてほしかったな。5番さんが印象を語ってほしいって言ったところで、まあまあ、考察の力はそれはあるかもしれんけど、できるだけそれを前の人に触れてほしかったなっていうのはあった、正直ね。ただそれだけで黒っていうのも別に決めれんし、占い精査で6番行こうとしてるけど、まあ、村的に考えて俺はグレーで行きたいかなって感じです。8番のプレイヤーが発言します。うん。4番が死んだったらどうするんですか ?6 番、7番。うん。初めに決めつけて。うん。言い間違えること、あることもわからないで、勝手に決めつける。うん。そんな占い精査しかできないから、負けるんですよ。うん。え?私が正しかったかもしれないんですけど、私釣りになるんですか ?6 番さん。絶対に1、2、7ですよ。8以外にならなければ、あなたおかしいですよ。自分に責任持てよ。大外れしてたらどうすんだよ。8が怪しい。いや、あなたが怪しいよ、隠し子だけど。強人かっていうぐらいのレベルだよ。4の芯も追えない。普通に考えて9が出る方がおかしいだろうよ。理由はまだ聞いてないけど。うん。でも4が偽ら。うん。6番の発言の方がおかしいよ。ただ9の発言前だからこう言わせてもらうけど。うん。みんなが言ってる通り、理由は。うん。なんで9が潜伏してんだって話だから。うん、それにもかかわらず4の芯を追ってる。うん、村だったらやばいよ。うん。悪いけど隠しのもらってなくても俺のが真っ当だよ、この村で誰よりも。それを釣り越してるんだったらもうこの世界から消えればいいんだよ。7-1ね。2番はいいんじゃない ?7-1。3番がまあ言ってくれると思うけど。俺釣りはねえわ。うん。7-1でいいでしょ。うん。7が責任取ってくれるのか。話も聞いてないでしょ。1番が?うん。なんで4番を偽って決めつけるんだかよくわからないんだけど、俺からすると。うん。2周目待てばいいじゃん。うん。真かもしれないし、言い間違える人かもしれないし。なんでこの567は決めつけてんだろうなと思って。うん。4番信頼確定したらこの人たち何するんだろうなと思って。ただ5と6はまあいいとして。うん。7-1ね。9番のプレイヤーが発言します。はい。潜伏理由から話します。まずですね、4番さんの、動きが奇妙だったっていうのが一番で。まず、白崎言ってなかったんですよね。まあ、白崎言ってないけど、まあ、占い師で出て、本当の占い師、まあ、私なんですけど、出たところで調子見て合わせられたら一番嫌だったんですよね。それ見て動かれるのが一番嫌だったので、しっかり動き見た時点で、行こうかなと思って、ただね、私が出るのがあんまり遅いと今度私が疑われちゃうので、これはちょっと無駄にないなと思って、あのタイミングが出たら同時っていう、ということでした。で、6番さん、4番の新切り、そのままで行ってほしいぐらいです。ここはね、多分もしかしたら、グレーで行かなきゃいけないのかもしれないけれど、ここは4、切ってもらって、芯置いてもらって全然構いません。で、
ちょっとやばいぞ。ちょっとやばいぞ。ちょっとやばいぞ。で、あとは、7番さんの、投票放棄は絶対にやめてほしい。じゃなくて、ちゃんとグレーで行くんだったら、しっかり考えて、打ってほしいし、あとは、お母さん来ちゃった。ごめんなさい。あのさ、母とつマジやめてほしい。78は別人 A だなと思いましたが、いろいろみたいなのだなというふうに思います。あとは、そうだね。1番のプレイヤーが発言します。そうだな。やっぱ8番さんってちょっと何言ってるかわかんないんだよね、いつも。どう責任取ってくれるんですかって俯瞰してすぎなんだよね。なんか、そりゃ両の芯もあるかもしれないけど、偽もあるでしょ。八幡さん自身はじゃあどう見てるの？偽だ、芯だったらどう責任取ってくれるんですかじゃなくて、八幡さんはどう見てるの？じゃあ芯で見てるってことでいいのかな？その辺が謎すぎてさ、不能なんだよ、やっぱり精査が。一周目も567責任取れだけですよ。いや、黒い。って言わなきゃダメだったのかな、4番さん。わかんな、これ。9、4。グレーもね、正直、わかんないけど。意味わかんない発言してる8番さんでいい気がするんだけどな。なんでそんな俯瞰してんの？いや、責任取ってじゃなくて、8番さんがどう見てるか言わないとでしょ。今の時点で。じゃない？少なくとも、1試合目で567はどう見てるかっていうのを言ってたんだから。不当すぎるって思うから8番さんでいいと思うんだけど。まあ2番さんは、精査してたと思うからね。94もなぁ。4がなんで4しろって言った理由もわかんないし。9番さんの潜伏リエもそこまで、なんか、すっくり来たわけでもないんだよなぁ。正直。8番さん行きたいかな、私は。78かな。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。これも占い師の世代がほんまに難しくて、まあ、4に関しては、1周目のあの発言だけね、自分の4しろって言ったとこ。で、9に関しては潜伏理由が全然俺には理解できんかった。で、9が、まあ、母とつされたので、発言伸びなかったのはわかるが、グレーだったら圧倒的に黒いのは7か8どっちかだったから、4狼、で、何？ 9 番は4を何で見たんですかね。だから、わからんので、俺は今日グレーから行きたくて、で、必然的に7か8どっちか行きたいですね。はい。7に関しては把握漏れ、8に関しては6の隠し色を叩いてるということで、特にどっちもわからない。はい。正直、だから1番の言ってることが正しいと思いますね。はい。精査不能。だから、俺目線1番が白く見えてしまう。1番が一番真っ当なこと今言ってたから。ああ、でも、ああ、もうさんまさんの色を見たいところでいいんじゃないですか。はい。ああ、ごめんなさい。ああ、でも俺の意見も言ったかな。でも正直7、8どっちもね、どっちとも言えないんですよね。はい。どっちでもいいっていう感じ。ごめんなさいね。だって、どっちもあんまり、なんて言うんやろう。そんなに、あんまり精査が伸びてなかったかなと僕は思ったんで、7、8どっちか行きたいですね。はい。4級の精査はマジでわからん。以上です。3番さんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。あ、今日、グレー釣りとかはしないですよ。4番釣り。4番釣りします。9番新規名刺いきます。あ、4番さんね、俺ね、2周目にね、答えてほしかったね、一つのね、答えがあったんだけど、それを言ってくんなかったね。占い先を間違えた理由。6番白。ちゃんと言ってくんなかったね。なんか、さっと流されちゃったな、みたいな。で、9番さんが出て。やっぱり4番さんっていうのはそれは非があるから、それ確実に言ってほしかったんだけど、言わなくて、6番隠しになったのでかいかなと思っていて。まあ、8番釣り押してる人とかよくわかんないけど、だったら9番に恥を占ってもらえばいいんじゃないかなっていう。で、俺が4番の色見るから、4番の色見るから。で、4番黒だった場合は、もうブレーにあと1匹。4番白だった場合は、4番強靭。
で、グレーに、二郎。その構成でいきますわ。金は新決め打ち。だから、騎士は、俺守るか、占い師守るか、しっかり考えてほしい。4番の色を見たいんだったら、俺を残す。4番、9番の占い結果を知りたいんだったら、9番を残す。まあ、5番に引っかかってるけどね。まあ、狼なんてこんなの、騎士噛んでる時点でもう負け確だから、どっちか狙い打って、3番か9番噛まないと、ほぼほぼ負けだっていうことを言っておくわ。だから今日4番釣り。グレー釣りなんて、すっごいクソみたいな、コースでやめてください。はい。4番釣りいきますよ。はい。9番さん、占いところしっかりと考えてください。うん。親フラとか関係ないから。うん。実家でやってる方が悪いから。うん。一人暮らししなさい。うん。俺はもう一人暮らしして15年経つけどさ。うん。家なんてすぐ出てる。親フラしてたから、自由を持ったんだ。羽ばたくっていう。あのさ、金曜だから出ないってわかんねえんだよ。もう二人ともわかんねえんだよ。まあ、何をすれば。4の色が黒だったら、不審だから。4に入れられる人いんの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。え、なんで3番俺なの？え、なんで3番俺なの ?9 番の潜伏のおかしいじゃない、まず。だって9番一周目こう言ってんだよ。自分が占い師なら22になったらエールはする言ってんだよ。なら俺のことを最初から偽で決めつけりゃいいじゃん。俺は占い師だけを名乗っておいて2週目に最初から投票、占い師を決め、言うつもりでした。みんながどういう反応するか。うん。9番の発言っていうのは2人になったらエールはするって1週目で言っといて、ということは9番さんが自分が真の占い師だったら、もう1人出てきてもおかしくないような発言になるわけでしょ。うん。だから3週目になる場面になるんだよ。そうなってくると。うん。正直言って、今日は7番さんに見ました。うん。はっきり言って、ここはね、わからない。うん。釣って色を見てもらいたかった。うん。で、8番さんは、1周目から、うん、もし4番死んだったらどうするのって話だって言ってんだよ。うん。ワンチャン狼があるのかもしれないけど、今んとこここは色をこれ明確に見ればいいかなと思った、俺は。逆にね、2周目の発言も聞いて。うん。そんな感じかな。俺が占い師を2週目で言うのと潜伏してんのって俺の方が芯ないのかね。わからんわ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。いやー、これ難しいな。どういうこと？4の色見られてもいい、よかったん？これはちょっと待って、ま、俺は8に言いたいのが、あなたずーっと567叩いてるけど、なん、4シーン追ってんのって思ったけどな、一番が言ってる通り。なんか殴られたら、その切れてさ、考察落とさんようになんのやめようや。冷静にやろうや。うん。黒いちゃあげようや、しっかり。その責任、うんぬかんなんじゃなくて。じゃあ逆に4が偽やった時の責任あなたはどうやって取るんですかって話やな。まあ4のシーンは切っとるけど。もうこれは急進進行でいいかな。勝ち薄いかな、思ってるよ、俺は。まあ、8白落ちてるけどね。昨日、どうなんやろな。俺、7、ちょっと臭いと思うけどな。7、まあ、強人目で置く。あ、違うか、4強で置くんか。ほんなら。7、投票放棄っていうのかな。どうなんやろ。黒やったらちょっと目立つかなって思うけどな、俺は。
8、6、必然的に1、2かな。2っていうのはずっと1にすり寄ってるし、あと1番っていうのは最後の最後で、違う、昨日の2周目で7番に触れへんかったやな。俺そこすごい気になって、1は7に触れない。7は触れるとこ満載やと思うけどなと思って。うん。2はずっと1の便乗。で、1、2のライン。かな。俺はですね、1、2やと思ってるけどな。7ロージックやった時の相方は見当たらん。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうね。今日はサマさんがもう9番の振動を打ってるってことでグレーなのかな。ってなると、確率的にさっき7、8で疑われとったけん、8白ってなったら俺が釣られるってことになるのかな。ただ俺が言いたいのは、2周目しか聞いてないけど、そう、6番が言ってたように、俺2番はね、なんか、すり寄ってるようにしか見えなかった。まあ、これもすり寄ってるように見られるかもしれんねんけど、そう、俺目線よ。俺目線も1、2しかないんで。うん。いや全然そこはもう、お任せしたいところではあるんやけど、ただ、その、1の発言、1の発言はもう全然村っぽかったよね。まあ俺的には黒ってもう分かってんけどね。みけん、俺、もう先行くなら確実的に行きたいんやけど、多分、なんか、まあまあまあ、疑われたのは分かったです。しょうがない。まあまあ、ね、投票位置は、その雰囲気見て自分に入れられそうやったら自分も自分に入れる。で、6番さんにちょっと投票を見てほしいんやけど、俺最後ね、投票破棄してないね。4番さん言うてんね。なんでかっていうと、3番さんがもう4番さんを強靭部で置くって言ったけん、もうそこ、白を隠し、3番さんがシーンっていうのも確定しとったけん、なんか乗っかりみたいな感じになったんやけど、乗っかってしまった。で、8番さんに言いたいのは、俺4、9フラットで見とったんで、4番さんの最初の発言怪しいけど、9番の潜伏も怪しいって言っとったんで、ちょっとそこをできれば発言ちゃんと聞いておいていただければなと思います。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7は釣らないです。1番、2番釣ります。俺を釣り寄せやつはもう人海だ。だから1番、2番。俺が誰よりも真っ白だった。4番は白だ。死んだよ。だから俺は何も、6番が4番に謝るべきだ。3番と6番は。ビルダ連中は。俺は何も謝る必要がない、シーンだから。4番の話を君たち聞いてたか。9番はもう占い師じゃないんだよ。誰占い師が出たら、何の話してんの君は。自分が占い師してんで話してないよね、それはもう。監視用のこと想定してるって言ってる通りに4番の言葉を聞いてないのか、君たちは。9番なんか偽。ただもう、7番は村を消して1番、2番だけにしか俺は行かない。7番には勝たせる。狼でも勝たせる。1、2番だけは許せない。簡単に釣れそうな奴を釣ろうとした。7番は投票放棄しようとした。なのでもう1、2番にしか行きません。黒さを感じるのは1、2番。7番には勝たせます。人としての心で僕は戦いますので。誰よりも白かった。簡単に釣りやすい村人を釣ろうとした1、2番だけは許せないんで、絶対に1、2番釣ります。村であってももう俺は絶対にする。7番は勝たせる。狼であっても。俺は心でやりますんで、試合を。1、2番だけは許せない。俺の怒りが湧いてきたから。君たち人狼2人には。9番のプレイヤーが発言します。8番さん、本当に、ちょっと、占っといてあれですけど、ちょっと。意味わかんないなと思いました。私八番さん占ったのはやっぱり一番さんもやってたけど、ちょっと色がね見えなさすぎなんですよね。で発言の時間が長くてもやっぱりちょっと色の見える発言っていうよりはやっぱりこう持論みたいなのを喋られるんで、ちょっとこれが黒だったら恐ろしいなと思って。で八番さんを占いました。で7番さんのさっきの投票放棄のことをちょっと母とされてあまり長く言いませんでしたが、やっぱり私もローの発言ではないと思うんですよ。ちょっと目立ちすぎじゃないですか。なので、だから、私1番か2番
っていうとこなんですけど、1番か2番かじゃなくて、もう1番と2番、もう1、2ラインで置いてるんですけど、でもなんか1は、どうなんだ、これは。占い先、そうだな。この後、2番、ちょっと次黒結果出したいので、そうだな。サンバさんが色を見たいところでいいのかな、と思います。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。果てしろか。まあ、9進んでいくと4強ね。D7 ローローか。いや、1、2で見てる人いるけどさ、でも私に責任はなくない？それ。私が言ったことに対して乗っかってるのは2番さんなんだから。それ困るんだけど。どう発言しようとさ、最初に発言した人は逃れられないじゃん、そのラインっていうの。って思ったかな、正直。7番さんね。7番さんもちょっと正直何を言ってるかわからない。1番さんは白いんだけどって言ってるけど、7番さん目線、9の芯を決め打つんでやれば、1、2、ローローでしょって思ったんだけど。まあ、だけど1、2、ローローとか言ってるあたりがね、ちょっとわかんないんだよね。投票放棄とか言ってるし、随時自主発言もしてるし。黒よそって言ったらそのぐらいなんじゃない？ふわふわしてるところ。まあ2番さんは乗っかってる。まあ3番さんが色みたいところでいいんじゃないって思うけどね。私そんな間違えてること言ってたかなって思っちゃったんだけど。3番さんに任せるけど。27どっちかに行ってもらいたいですねぐらいかな。2番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、1、2、その僕が便乗してるのが黒安って言われてるんですけど、その、だってあの時7、8、グレー、僕グレーから行くと思ってたんですよ。4の二世進行決めるなんて、そこで出たのって3番さんだけじゃないですか。だから、グレーの精査してて、グレーの精査で言ったら7、8が言ってることが僕は意味がわからなかったから、1番の言ってることが真っ当だったから、言ったんですけど、まあ、それが便乗って言うんだったら、まあ、それしょうがないですね、としか言えなくて。ただ、俺目線、7、1ローローには見えないですよ。7番が1番村っぽいって言って、1番が7番のその指摘を、何を言ってるんだみたいな感じで拾って、マジで7、1ローローに見えないんで、旧芯だった場合だけ7、1ローローなんですよね。ちょっと待って、でも、行くしかないんやったら、もう休診で。俺今日、その1、2で追ってるんやったら、じゃあ今日1行ってください。はい。1番からこの発言が出なかったっておかしいと思ってますよ。1、2で追ってるんやったら、今日2、1目線は2から行ってくれたらいいですって、はっきり言い切るべきやったと思ってるんますよ。はい。それを言い切れなかったのが1番の黒良さから。はい、今日1から行ってくださいね。はい。以上です。はい、3番さんどうぞ。3番。のプレイヤーが発言します。今日はね、1からいきましょう。1すごい黒いなと思いましたね。2週目の、2日目の発言も。あと8番さんの敬意を表して、8番さんすごい昨日釣り押さえしたよね。1番2番にね。ここは確かに人外かなり高いと思ってるから、まず1で黒結果落ちるんじゃないかなと思ってます。で、9番新置きしてるから、もう9番が下占って、2と7占って、どっちか白だったら片方が黒。黒だったら黒。っていう感じで、もうゲーム終了ですね。勝ちですね。まあ、狼さんは多分9番さん噛むと思うんで、9番さんは、そうですね。じゃあ9番さんに、9番さんが明日占おうと思ってる人に9番さんは投票してください。7と2。どっちでもいいから。で、俺たちはみんな1番。みんな1番行って、9番さんだけそこだけ一応印をください。印ください。はい。9番さんだけ7か2、どっちか投票して、はい。他の人は1。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。私はただの石。私はただの石。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。まあ、セロしか出ないけどね。はあ、これ、ここで強靭。ああ、でもじゃあ落ちてるってことか。インタラ PP だもんね。というか、まあいいんだけどね。なんでは乗っかった2番さんの方が白になってんのかわからん。なんで私なのって思うんだけど、正直。どっちでもいいんだよ、私目線別に。27。って思ったんだけど、別に1、2で見られたってたのかな。まあいいんじゃないですかね。3番さんが言ったんでいいけど。どうなるんでしょうね。みんながどこがどうかまでいるのか知らないけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。いや、1来るやん、これ、ほんなら。はい、2つって終わりちゃいます。ご飯なかったら9が人外ってことなんやけど。1来るやろ、3かまれてんねんから。うん、じゃないの。俺に言って終わらんかったらな、ナイ君。まあ、俺ですね、その進行しかないけど、急進進行やから。まあ、一周目から4つった時点で急進進行でいかない。俺は失礼かなって思ってるし。まあ、これで勝ち確なんかなって思う。今日は2って。ほんで、PP もないしね。うん。ここで PP ないってことは、狂人が釣れてるもしくは狼が釣れてるってことになるんよな。うん。わかる ?8 番。わかったわかった。俺は4が真やったら4番に謝る。8は9が真やったら俺と3番に謝るよ。絶対。わかった。絶対謝るよ。人狼ゲームって発言精査するゲームやから。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。もう占い師がもう2くらってで、接続切れ。あれ、戻ってくるね。まあいいや。2が黒ってで取る時点でもう2しかないね。なんか6番さんと8番さん。できれば仲良くしてほしいです。って感じ。もう、それ以外に言うことはありません。8番のプレイヤーが発言します。7番はどうして3番が1番に入れろと言ってるのにもかかわらず2番に入れたんでしょうか ?17 だからでしょ急遽で。7番しか行きません。2番には行きません。9番の芯なんか追ってません。多分狂人なんだろうな。俺に白を打ってるってことは色が見えない。今日は7釣りだよ。うん。理由説明してくれよ。なんで3番の指示に従わないで2番を潰そうとした。うん。1、2どっちでもいいじゃないか、俺目線。うん、どっちでも良かったはずなんだよ。1でも2でもいいのになぜ2番だったの ?3 番の指示に従わないで。4進しか追ってない。9強でしょ。7番と1番がローだね。1、7。7番にしか行きません。うん。1、7だね。このつながりは。9は色が見えたら俺に黒を打てばいい。まあ、騎士がいないんだから。俺、ご主人だと思ったでしょ。4番の主人しか追ってないから、今日7番いきます。9番のプレイヤーが発言します。はい、今日は2番に行ってください。2番に、投票して終わります。勝ち確です。もう心配しないでください。で、6番さんと8番さんは、ちょっとお願いだから喧嘩をしないでいただきたいんですけども。まあ、これで、分かったと思うんですけど、まあ、3番さんがこのタイミングで噛まれたっていうのは、もう結果的に1番が黒っていうことで、もう安心して見てもらって。で、まあ、2番さんで黒出てるんで、もう私目線も2押し、2押し、もうそれしかないです。まあそこしか飲めないっていう感じで。そこに行けば、まあ大丈夫でしょう。
と、まあ、このあとね、2番さんラスポジなんで最後、あがくと思いますが、全然気にしないでください。4番のシーンなんてね、もう今更追わなくていいですし、ちょっと八幡さんのね、思考は、なんか7番を絶対に勝たせますと言いつつ、なんか今、7番、7-1 で言ってる時点でよくわかんないんですけど、2番。2番のプレイヤーが発言します。あ、はい。お前ちょ、やれよ、それ。黙れ。やれよ。何よ、じゃ、何でお前やらんの。あのさ、何も言わないよ、もう無理だね、もう。ちょ、もう知らんってマジで。お前、お前、ちょ、嘘言ってマジ。もうええって。はい、待ってくださいね。その8番さんが今日7行くんやったら7でいいんですけど、6番さんに言っておくと、俺がもし狼だったら絶対9噛んでますね。で、7-2の精査に持っていくんで、はい、今日絶対9噛んでます。で、足今日3噛まれた時点で、これ多分、7-9狼なんで、今日7だから釣っても票がぶれるのが一番やばいんで、7から行ってもいいんですけど、あ、でも9強もあるんか、生徒もあるんか。はい、今日7から行きましょう。うん、6番さんに言っておくと、初めに4番さん釣った時点で、9進だったら失礼なんで、いや、4進なんでめちゃくちゃ失礼なんで、今日は7行ってくださいね。はい。俺目線も透けてるんですよ。4進、9、強かロー。ただね、9、わかった。今日7行きましょう。はい。票ぶれるのが一番やばいんで、7行きましょう。以上です。全プレイヤーの。今日は見たね。もう知らんよ。7がこんなわけのわかんない。行動こそ大事なことだから。行動でこんなふざけてんだったら、もう7番が悪いんだから。先輩かもしれないから。確率でおかしい行動したのは7番なんだから。7番に行くよ。発言なんかどうでもいいよ。7番に行くよ、俺は。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。お疲れ様です。4番さん、ごめんね。もうだから言ってんじゃん、2周目に結果言ったって全然問題ないんだよ。ということで、6番さんと3番さん何かいいことあります？特に6番さん、何かいぎってた人は。何で狼だったの？6番さん、何かいいことあるでしょ、ちゃんと4番に。7-9ロー1強ですよ。だから、6番さん、ちょっと、6番さん、あなた言ったんですよ、自分で。ちゃうって、6番さん、わからなかったの？ 9 番がひたすら噛まれないなんておかしいとか。6番さん、あなたが自分で言ったんでしょ？いや、あなた。4番にまずやることが、言うことがあるよね。自分がポンコツやろうで、どうしようもない、使えない、クズで。4番。